あ、皆さんこんばんは。ゆうこのメイドの土産です。マジ？はい、ということで今日はね、自粛中に、みんなが食べたいなってずっと思ってた料理をおのおの持ってきてもらって、買ってきてもらって食べていきましょうという、はい、動画になります。はい、今ルーやったことみんな決まってる？だいたい食いたいの、食いたいの、食ったことないやつでもいいってこと？食ったことないやつでもいいし、食ったことあるやつで動画で紹介したことあるやつでももちろん大丈夫です。今度ユニバ行ったら食べたいなと思ってたやつ、リピートしたいやつ、リピートしたいなって思ってたやつでもいいしっていうことですね。なるほど。はい、熱い熱い、はい、いや近いよ、はい、ということで、じゃあね、いつものところ集合でいいですか？はい、はい、早速行きましょう。はい、行きましょう。やべえな、熱いわ、熱すぎる。メイドの土産、あー、はい、ちょっと一休憩それちょっと浸しておくわ。めちゃくちゃ喉乾いてて美味しそう。オールフリーやね、これ。まあアルコールあかんからね、うん、いただきます。どうぞ。お店の人に冷えてますか、キンキンに冷えてます、キンキンに冷えてるわ。めっちゃうまい、マジで美味しい。って書いたわ。最近のな、オールフリーって美味しいよ。昔出た頃ってほんまに美味しくなかったんで、これ食べたいんでね。メイドの土産、いただきます。はい、わあ、まあそれ31やからな。脳に来る脳に。ちょいもうなんか食レポもクソもないやな。まあね。そんなうまいに決まったあれ。ポッピンシャワー。ポッピング。ポッピングシャワー。いただきます。はい。でいつもあれプレミアムドッグやね。うん。肉汁が、肉汁がやばい。うん。バッキバキやろそれ。めっちゃ食いたい。なっちゃう。夏を見ながらソーセージ、夏を見ながらソーセージということで、はい、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。はい、で、ゴーサインが出る前に食べております。顔屋でございます。エスパイラーメン、なんかそれめっちゃ辛いって噂あるけど、うん、あるどう、そんな辛くない。そんな辛くない。辛い系のタイプやろな、うん、なんか、え、あったかい。いや、これでも甘いよ。
甘い、そうそうそう、甘いはもうな、喧嘩売ってるよね。全然辛くない。マジで全然辛くない。噂によると辛いらしいけど、ちょっとお箸欲しいかなって感じ。あ、サラうどんみたいな感じ。そうそうそう、そうそうそう、そうそう、やっぱね、完全にあんかけサラうどんみたいな。食べにくいそうです。ヒゲ生えてる。いや、あのね、お母さんはね、いつもヒゲ生えてる。ヒゲ見えてきた時は、あれじゃん、たまにフレディーマーキュリーぐらい生えてる時あるから。何やねん。どう、うまい、おいしい、うん、味はおいしい、うん、でも全然か、ほんまに辛くない、全く辛くない。じゃあ次、ジョーズドッグ、うん、あの、ジョーズドッグは食べたい方で大丈夫です。いや、すげえ、パッケージ使わないよ。これちょっと持って帰りたいね。何言ってたの。絶対何も使わない、うん、これな、ほんまに肉汁やばいよ。うん、みんなめっちゃおいしいよね。これ結構さ、ウインナーっていうのこれ、うん、ちょっと辛めやな、うん、ちょっと塩辛い。ああ、そういうこと、うん、味濃いめってことか、うん、かわいいよ、めっちゃかわいい。よく言うみたいな、はしゃぎ、うん、そんな甘くない。これ多分一緒に合わせて食べた方がいいんやろな、うん、ちょっとこれ食べたいの、うん、食べて。これやばいな、ちょっと気ぃつけながら見て。これ結構エイリアン。おー、油が、油が食べる。これ絶対、もう服についたら絶対取れへんやつやわ。ヒゲって言うから、めっちゃ綺麗なのに。ヒゲの女ヒゲのくだりのすよ。うん、美味しいわ。美味しい、めっちゃ美味しい、これ。どういうこと、なんかヒレ肉的な柔らかさがあるから。めっちゃ美味しい。味がね、めっちゃ濃いね。これなんか味噌かなんかついてんちゃうか。あ、サンゴのやつと間違えてんちゃう。一緒なんかな。味噌のね、甘い味噌あるやん。西京漬けのさ、はいはいはい、魚って味噌ついたまま焼くやん。 あんな感じぐらいお味噌の感じが乗ってる、うん、感じかな。、まあ、結構どれもこれも結構味濃い感じ。味は濃い、ほんま濃い。あのビール、めっちゃビール飲みたいね。合いそう、ビールにぴったりかな。でこれセットのなんか知らんけど、これタコスみたいな。あ、これもそんな辛いの。わからん、わかれるんかな。はい、では早速バーガーいただきます、はい、見てください、空炎天下で食べるバーガーが一番おいしいんよ。ね、ね、こう分かる。オニオンリングをこっちに置いて重さで開いたままにこっちを作るっていう、これもユニバの技。すごい技。オーロラソースがついてます。出た。もう味分かっちゃいました。うん、卵の黄身が半熟、うん、ポロって出てきた。マジで、うん、美味しそう。うまい、いいね。アボカドってさ、口に入れて、まあ、苦手な人おるかもしれんけど、うん、クリーミーな感じで濃厚になるやん、うん、これがね、肉の、あの、これここの肉、いい意味でパサパサやから好きやん。いい意味でパサパサやから好きやんけど、それとはあの、アボカドのとろっとしたのが混ざり合ってめっちゃ食感が美味しい、うん、なるほどね。なんか柔らかい肉食ってみたいな感じ、うん、いい意味でパサパサっていうのは結構分かりやすい。なんかね、分かるよ、うん、なんかね、肉肉しいよね、めっちゃ。そうそうそう、これが好きやね、俺、うん、ハンバーガー。分かる分かる。味の方は、うん、オーロラソースかなと思ったら、うん、オーロラソースも入ってんやけども、うん、ちょっと甘い感じ、うん、ロコモコのね、照り焼き的なソースが、ロコモコの照り焼きのなんか甘い感じのがあって、うん、めっちゃ美味しい。で、久しぶりのオニオンリングね、はい、これこれこれ。はい、ということでね、いただきたいと思います、はい、これね、新しく夏季限定で発売されたということなんで、ちょっとこれから行っていい？それが一番食いじゃん、俺。辛そう。うん、うん、めっちゃ美味い。辛い？見た目がめっちゃ激辛っぽいやん、うん、けど、意外と辛くねえし、辛ま
あのね、このソース甘いわ結構。へー、うん、で酸味と甘みがしっかりと入ってて最高ですね。これ初めてなんよ。すごい。何マヨネーズなんかな、あれ。これね、ちょっとさっき、じゃあいただいていい？うん、マヨ、それキリ、クリームチーズめっちゃ、絶対うまいやん。マジでうめえわ。もう、うん、あ、もううまい。もううまい。いってきます。いってらっしゃい。はいはい、これね、ルイズですわ。これがルイズ。出前とか取るやん、やっぱルイズやね。ルイズうまいわ、ほんまにうまい。結局ルイズのピザだな、うん、オリーブかな、これは。あ、はい、大好き、オリーブ。結構ね、オリーブとか、あとズッキーニとかミニトマト、プチトマトとか乗ってて、意外と夏野菜っぽい感じが入ってて、思ったより夏っぽいピザですね。めっちゃ美味しい、おすすめです。メイドの土産。はい、ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。まあやっぱり今の中東はいいですね。新年はあの大満足でした。めちゃめちゃ全部美味しかったです。モコモコ風バーガーもあれ期間限定らしいんで。あ、そうです。ずっと置いといてもいいんじゃないかなっていうぐらい美味しかった。シティウォークで、あ、いろいろご飯食べるのもいいかと思いますが、ぜひですね、USJ の中でご飯食べるのも美味しいので、皆さんぜひ食べていってください。はい。はい、ということで、今日のフード動画が参考になったと思ってくださった方は、チャンネル登録と、高評価、よろしくお願いします。はい。気抜いてたわ。せーの。バイバイ。でも暑いけど、そんなにでも言うて暑ない、前よりは。最強ではないよね。前、ほんまに最強やったもん。あの、冷感スプレー頭に振っといたらいいの。ということで、皆さんも冷感スプレー持ってくるようにしてください。はい。